皆さんこんにちは。こんにちは。マックス村井です。まぶきです。まぶきんです。大黒天。大黒天いきたいです。若干悪口入ってる。入ってない。全然入ってない。全然入ってない。やましい気持ちはないですか？全然ない。全くない。スタミナが200になるほどにない。全くない。僕若干中二の頃思い出しました。まぶきんって呼ばれてた？なんかその後に、たまみたいな。よし、行くぞ。今日こそは、未だつかめていない勝利をつかむのだ。ですね。ちょっと、大黒天、負け続けてきた。残り短いですからね、やってるのも。おそらく1回しかチャンスはない。負けられた戦いが。この、負け続けてきた敗北の人生とも今日ではさよなら。結構しょってますね、うん。もう、誰にも辛い思いをさせた。すごい、K-POP の歌詞。お、さっき学びましたよ、ここは。あ、漏れた、失礼。削っといてくれたから、助かった。私もガンガン行っちゃいましょう。いいね、順調。いい感じですね。大黒天バトル2、うん、我々は5分の壁を越えられるのでしょうか。これ S ランクとかあるんですか？いや、ないと思います。絶対越えられない。これ難しいな、いつも思うんだけど。この時のショットが、どのショットが正解なんだろうか。このここにいる時の今の横のショット、ね、縦は入んないしな、かといって横も入んないしな。削るが正解なんですかね。素直に横感かな。うん、いいっすね、素晴らしい。もうここはこのアビロさんも含めて2体倒したいところですね。ちょっと思ってたのとは違ったけど、いやでも3体倒しました。目標達成。うん、本当の重きが3体倒した。100点満点じゃねえか。なるほど。SS は貯めなくてもいいだろ。じゃあ、ほんま。いっちゃえ。お金が怖いからな。ねえ、もう、ね、このお金が。さあ。ここも難しいですね。むずいな、どう打ったらいいかな。ちょっとな、鬼を倒したいんだけどな。次のまぶきでうまく鬼いけねえかな、下の鬼。これグリーンピース、あ、でもいった、素晴らしい。おお、いい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 。うわ、ダメージでか。友情が強かったですね。これ友情出しながら行こうか。そうですね。よいしょ。お、ラッキーラッキー。え、大黒天めっちゃ削りました。今何があった？枝豆。枝豆そんなに2体分の枝豆。剣取りましょうか。剣取りながら行きましょうか。まあ、この中ボス段階だと明らかになんか弱いね。そうですか。僕結構ここでおすすめみたいななりますよ。ここで？はい。本当に？なんなら SS 使っちゃいますよ。マジで？結構。え、マジで？次マブキロイゼなんだけど、ごめん、上行くわ。どうぞどうぞ。どっちにしろちょっと下が切ないから。これロイゼ当てながら。あー、そうっすね。鬼直接じゃなくてもいいかもしれないですね。ただその後のダッキーでも鬼はいけないんだけどな。いいでしょう。うん、いいんじゃないですか。出ながらくるっといきまーす。はい、ここアビロが一番痛い。アビロやだよね。ダメージ大きいから。そうだね。
ワークとマインスイーパーを封じられるのが相当辛いもんね。さあ鬼を退治していただいて素晴らしい。お、お引越し。うん、42万。さあこれがな、近くにみんな集まってると相当痛いからな。まあ、順当ですな、順当ですな、はい、よし、行きます、倒します。よいしょ、 HP 半分か。もう1バトルあって次がボスだね。5バトル目、ヒーリングウォールで優しいとこだ。優しいとこ。左上。どうですか、ね、あ、まあオッケー。うっ、やべ、一枚ギリギリ、やべ、危な。これとっとと突破が基地やな。そうです。ただこれちょっとごめん、入れないかも。うわ、ごめん、やっぱ入れなかった。あれちょっとやばいな。とっとと突破しましょう。3と2はあれですね、ゲージボールを貼るんですよね。わかんない、私ここパーン以外であんまり突破したことないからこの先どうなるのかあんまりわかんないあんまりわかんない恐ろしい。確かダメージボール貼られる気がしたんですよ。 OK、直接、直接か。そうですね、うん、ちょっと微妙に回復しながら友情コンボでとも思ったけど直接行きました。あ、さあボスだ。来ましたね、ちょっといい感じ。買ってくれかな。お、よし、上で雑魚を処理してあとは頭殴ろう。あ、いいよ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 。ちょっと怖かったね。いいねいいね。何はともかく雑魚処理。見た目でメテオ落ちそうになそうで、なんか可愛い顔して、澄ました顔して、結構派手な攻撃するみたいな。派手だよね。よし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 、いい感じじゃないですか。じゃあそれは盾で殴りましょう、回復しながら。超安全策、下からすらも行かない。下行くとあれですね、なんか移動しながらビリビリしてくるやつに引っかかります、ね、あの3単語とか。あれ辛いな、あれ痛いです、あれやばいな。ちょっと上の方行きたいな。あーいいね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 ワンダフォーワンダフォー。もうかなり角度薄く。そうですね、壁に一回跳ねさせる。うん、うん、グリーンピースを。あ、偶然です。あ、偶然うん、ほぼ縦感。いいね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 。もういいわ、うん、これがやだ。よし、時間かかっても時間かかってもここで冒険はしない。もうその場所だったら横勘でもいいぐらいっすな。お豆を、お豆を。いいねいいね。うわいいね。おお、次で突破だね。よし、満タンで突破だ。さあ次だ。まさかまさか SS で一発。確かワンパンできるっていう噂が。え、その噂言ってみる。あ、でもただそれ、あ、わかんないですね。わかんないと思う。そんな角度つけなくていいと思います。もっと薄めで2体とも倒して、2体とも倒せる。すいません、私なんかがこうそんないい、素晴らしい。
ワンダご指摘の通りに、ね、さすが完璧。これちょっとやってみたいけど、じゃ若干ずれてますよねこれ、うん、死にたくないやめよ保守的に行こうあっち行ってね、そう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 、だんだんそっち行こう、だんだんそっち行こう、やばい、こー強い。じゃあ下に逃げます、下に逃げましょう、回復もできるといいですね。いいね、いいね、回復力少ないな、もっと回復してほしいな。さああっちまで行っちゃって、え、嘘嘘嘘、え、お借りなさいみたいな、やばい、近いよ近いよ、うん、回復しながらちまちま行きましょう。あ、いい、へっいい、素晴らしい。うーん、これ横であそこの隙間に変に入られるって最悪なんだけど、あ、縦もかん、あ、いや、あ、でもね、近すぎるとダメージ怖い、ごめんごめんよ。ヒーリングウォールしてもらっていいですか。すいません、打たなくていいですか。あ、このゲージはいけるかな。確かに次移動系ですよね。あー、下の位置から打とうか、打とうか、ユース大丈夫、間に合う、オッケー、素晴らしい。あ、あ、いや、倒せない倒せない、チーム正義に行かれましたね。大丈夫か、大丈夫、セーフでした、セーフ、セーフ真っ赤になってた、どうする、危ない、よかった。雑魚キャラをこっちから行きます。顔色を伺いつき、もう、いい、強一のラッキー。さあ、雑魚を退治して、あとは下で、真下でゆっくり調理しよう。逃げるよ、よし、回復は次だ。うわ、ダメに、これ結構いてえよ、縦で、ああ、 それでもいいですね。一旦回復ですね、心は一旦。いいね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 、私ちょっとやだな、これ怖いな。大丈夫か、これでオカメは下で、よいしょ、よし、よし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 、うん、順調に回復もできてるし、なかなかいい展開、建設的なプレゼント。もしかしたら SS は取っておけばまだ打たない、まだ打たなくていいような気がしなくもないですね。昔ここら辺で SS 打って、オカメオカメぶっ飛ばして、なんかこう、え、そん、あ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 、ちょっとちょっとちょっと、ダッキー、ダッキー爆発だったよな。行くか、上羽の下、ごめん、弱点で行け、当たるかな。あ、やばい、あ、ここやばい、やばい、やばい、お怒りですね。あ、でもそんなにも火種が大きくなるだけなんで、これだけいけば、やっちゃった、いけそうじゃないですか、いけるかな。あ、これを避けれたら、もうもう大変、皆さん申し訳ございません、オカメを倒すな倒すなと言いが、結局オカメをとどめを刺したのは私でございました。ここまで削っちゃえばもうセーフ。でかっ、危ねえ、でも SS で剣取りながら行け。よし、よし、さあ、助かったー、危なかった、大黒天一発クリアやりましたね、やりましたな、順調我々どん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 経験値を重ねてるなすごいですね、成長が著しい、著しい、著しい
や超絶祭り、引き続き頑張っていきたいと思いますが、マーブキのそれはなんだ、カメラでも落ちましたね。嬉しい、初じゃないですかこの週。あ、今週の超絶でドロップしたの初、初ですよ。山竹も落ちず、アシュラも落ちず、不動明も落ちず、やっと手に入れました。やっと今回で落ちたわ。貴重な電撃モンスターですね。皆さん貴重な電撃ですよ。ガブリエルがいない人は大黒天ですよ。僕は2体いますけどね。ガブリエルね、私ノーガブリエル。もう大黒天で癒される。いや良かったです、安定した戦い方ができたのかな。いや安定だったんじゃないですか、ね、結構安定した、はい、おカメラ倒しましたけどね、すいませんでした。はい、引き続き、超絶撮れるものを撮って、公開していきたいと思います。チャンネル登録お済みではない方、チャンネル登録して次の動画もお楽しみにされてくださいませ。ありがとうございます。さよなら。